皆さんこんにちは、ドクタケイです。今回はプログラミングの引数と戻り値について分かりやすく解説してみようと思います。引数戻り値という言葉はプログラミングをやったことがないとなかなか聞き慣れない言葉ですよね。しかしこれらはプログラミングでは日常的に出てくる言葉なんです。これを機に引数戻り値について理解しておきましょう。今回の動画では引数戻り値とは何か、引数戻り値の実際の使い方、このあたりをご説明したいと思います。今回もフルスタックエンジニアを目指す上で役立つノウハウをお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題ですが、まず結論から言うと、引数とは材料、戻り値とは結果のことです。ちなみに引数のことをパラメーター、戻り値のことを返り値と呼ぶ場合もあります。引数と戻り値のことを知るために、まず関数について知っておく必要があります。引数、戻り値、関数、この3つはセットで覚えておくようにしましょう。関数については詳しく説明した動画がありますので、まだ見ていない方はぜひ概要欄の方から学んでみてください。関数とは簡単に言うと、機能を部品化して再利用できるようにしたものでした。プログラミングをしていると同じような処理が複数の箇所で必要になるということがたびたびあります。この複数の箇所に全く同じ処理を書いていってもいいんですが、何度も同じことを書くのは面倒なので、あらかじめ機能部品として共通化しておき、必要な場所から再利用できるようにしてしまおうというのが関数でしたね。関数として作成しておけば処理を書くのは1回だけで済みます。あとは必要な時に呼び出すだけで一連の処理をしてくれるので、とても便利なものです。関数は PHP 言語の中でもともと用意されているものもありますし、自分で独自に後から作ることもできます。さて、関数というのはこのように動作します。まず関数を使いたいと思った時に、呼び出し元から関数に材料を渡すと、関数は内部で一連の処理を行い、処理した結果を呼び出し元に返してくれます。身近なものに例えるとこんなイメージです。例えば大根を自動ですりおろしてくれる電動おろし器があったとします。電動おろし器に材料である大根を入れると、自動的にすりおろしを行い、すりおろした結果として大根おろしが出てくる。プログラミングではこの材料のことを引数、結果のことを戻り値と言います。3つの言葉の関係はこのようなイメージです。材料、この場合は大根ですね、は引数。機能、この場合は電動おろし器、は関数。処理結果、この場合は大根おろし、は戻り値。この3つはセットで覚えておきましょう。処理の意味が分かったところで実際の使用例ですが、実際の関数はこのようにして作成します。ファンクションというキーワードなどに関数名を、好きな名前を付けられます。続く括弧の中には関数に渡す材料、引数を指定します。そしてこの中括弧のブロックの中に関数が行ってくれる一連の処理を書きます。処理の最後に関数が呼び出し元に返す結果、戻り値ですね、を指定します。戻り値を指定する際は return というキーワードを使います。これが関数の定義と言います。関数自体を作っている部分ですね。例えば材料として数字1、数字2という2つのデータを渡すと、それら2つを合算して返してくれるといった関数を作る場合はこのようになります。関数の名前はカルキュレーターからカルクという名前にしました。引数として num1、num2 という2つのデータを受け取ります。そして処理の1行目でこの2つを合算してトータルという変数、箱ですね、の中に入れます。そして最後にこのトータルという変数を戻り値として呼び出し元に返します。この例ではこの num1、num2 が引数、そして合算結果であるトータルが戻り値ですね。今回の例のように引数は複数指定することもできます。逆に全く引数がなしということも可能です。そして戻り値は1つのみ指定可能です。戻り値についてもなしでも OK です。これでカルクという関数が作成できましたので、あとは使いたい時にこの機能部品を使うことができます。作った関数はこのようにして使うことができます。カルクという関数に実際のデータである1、2という数字を引数として渡します。そして結果である戻り値を結果という変数の中で受け取っています。これを実行すると、結果という変数の中には3という数字が入って帰ってきます。関数とそれに渡す引数、そして関数の処理結果として戻ってくる戻り値。これら3つの関係についてなんとなくお分かりいただけましたでしょうか。ちなみに PHP には標準で多くの関数があらかじめ用意されており、これらを上手に活用することで素早く確実なプログラミングというのが行えます。実際の現場でも PHP の標準関数を活用することは基本です。PHP の標準関数は関数リファレンスというページにまとまっています。概要欄にリンクを貼っておきます。例えば Number Format という標準関数のページを見てみましょう。Number Format は数字を渡すと
3桁ずつ巻末付きにして返してくれるという PHP の標準関数です。ページを見てみると、まずここに関数の名前が書いてあり、その下に関数の処理概要が書いてあります。さらに下の方を見ていくと、引数であるパラメータの使用、そしてその下に戻り値の内容が記載されていますね。このように関数には引数と戻り値があらかじめ指定されていますので、関数を使う際にはどんな引数が必要で、どんな戻り値が返ってくるのかということをしっかり理解して使う必要があります。とはいえ、関数の使用方法はこういったリファレンスページを見ればわかりますので、すべてを記憶しておく必要はなく、関数、引数、戻り値、それぞれが何を意味するのかという用語がわかっていれば OK です。必要になった時に必要な関数を調べられる力があれば OK です。ということでまとめると、関数とは機能を部品化したもの、引数とは関数に渡す材料、そして戻り値とは関数から返ってくる処理結果、これら3つをセットとして覚えておいてください。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックプログラマーを目指す方のために必要な知識、リアルなノウハウといったものをお伝えしています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。